オーランチオキトリウムとは、水中の有機物上に小さな細胞集団を作る微生物。無色ストラメノパイルであるラビリンチュラの一種である。炭化水素を高効率で生成、蓄積する株が日本の研究者によって発見され、石油の代替燃料を生産できる石油を作る藻類として注目されていた。2018年7月、コスト削減が進まず、実用化のための研究開発が断念された。他のラビリンチュラと同様、葉緑体を持たず光合成をしない、従属栄養生物であり、周囲の有機物を吸収して生育する。本属は、熱帯から亜熱帯域にかけてのマングローブ林や、川口域など、海水と淡水の入り混じる、汽水域を好む。細胞は、球形で、直径5数十マイクロメートル程度、細胞壁は薄い。増殖は、基本的に分裂による。分裂した細胞がそのまま連結し続けることで小型の群体を形成する。有層枝は2本の不等長の鞭毛を持つ。ラビリンチュラ類の特徴である細胞外細胞質のネットワークはあまり発達しない。細胞はオレンジ色に定色する場合があるが、これは細胞内に含まれるアスタキサンチン、フェニコキサンチン、カンタキサンチン、ベータカロテンなどの種々のカロテノイドによる。このオレンジ色が属名の由来である。他にアラキドン酸、ドコサヘキサエン酸などの不飽和脂肪酸が含まれる。本属を含むラビリンチュラ類がプーフォを蓄積することは以前より知られていた。筑波大学教授の渡辺真らのグループよって高効率で炭化水素を産生し細胞内に溜め込む株が沖縄のマングローブ林にて水中の落葉表面から発見された。炭化水素を作り出す藻類は他にも知られていたが、油の回収や処理を含む生産コストが1リットルあたり800円程度かかるのが難点だった。オーランチオキトリウムを利用することで、その10分の1以下のコストで生産できると期待されている。これまで有望とされていた緑藻類のボツリオコッカスブラウニーと同じ温度条件で培養した場合、10から12倍の量の炭化水素が得られる。培養することで1リットルあたり1グラムのスクアレンを3日で作り出すことができ、仮に深さ1メートルの水槽で培養したとすると、面積1ヘクタールあたり年間最大約1万トンの炭化水素を作り出せると試算されている。これは2万ヘクタールの培養面積で日本の年間石油消費量を賄える量であり、耕作放棄地などを利用した生産が考えられている。火力発電に使用する場合は、精製を行うことなく、培養したものをペレットにしたものが使用できる。渡辺真、枯谷国光らの筑波大研究チームでは、生活排水中の有機物を食べさせる実験や、二酸化炭素をボトリオコッカスに食べさせ、出てきた余剰有機物をオーランチオキトリウムの餌に使う実験も行っている。日本で必要とされる量を賄う規模で培養すると、計算上では餌となる有機物が足りないため、芋や藻類由来のでんぷんや生ゴミを利用する計画もある。オーランチオキトリウム属は2007年に本田らによってシゾキトリウム属スキッツォディクリアムから分離、再編されてできた属である。そのため特許文献などではシゾキトリウムと表記されている場合も多い。属レベルの分類は分子系統解析、脂肪酸及びカロテノイド組成、光学顕微鏡レベルの形態観察に基づいて行われている。種レベルでは生活間の違いに基づいて分類されているが、この2種の他にも多数の未分類種が株番号で識別されたまま研究に用いられている。Aurantiochytrium limacinum本属のタイプ種。細胞直径7から15マイクロメートル、有層枝葉では最大24マイクロメートル。有層枝葉中では16から64個の有層枝が形成される。本種はナメクジ型の不定形の細胞を生じる場合がある。Aurantiochytrium mangrovei limacinumとは異なり、有層枝葉を形成しない。通常の細胞が2分裂を繰り返して有層枝を生じる。前述の単価水素鋼酸性株は、Aurantiochytrium SP18W-13A の名で扱われており、新種記載はされていない。なお、シゾキトリウムは元来は、有層細胞の特徴から、卵菌類とみなされていた。その後シゾキトリウムを含む破裂ボカビカは、表材性の胞子嚢を形成するという特徴から、粘菌類に移された。ラビリンチュラに近縁であると考えられるようになったのは、加速状に伸びる構造がラビリンチュラの細胞外、細胞質と相同であるとみなされるようになったからである。その後、ラビリンチュラ類は、真菌類と系統を異にすること、滑走や珪藻など多くの藻類を要する、ストラメノパイルに属することが明らかとなった。このような系統的位置に基づき、Aurantiochytriumは、従属栄養性藻類と表現されることもあるが、それによって、光合成をするのだとの誤解を招くことも起きている。ありがとうございます。